台湾はどうなのかとかですね、カンボジア、ラオス、ミャンマーはどうなんですかって結構聞かれたりするんですけども、僕住んでみて好きなのはやっぱり、カンボジアとですね、ラオスは個人的に好きなんですよね。でまだまだこれから発展する国、そして、まあ、貧しいイメージの国なんですけども、逆にですね、伸びしろがあって経済的にその勢いがある、あと、まあ、現地のその活気とかですね、行かれると分かるんですけども、まあ、そういった意味でですね、現地で何かその経済的な行動とかですね、まあ、企業投資とかですね、そういったことをしたいとか、やっぱり伸びている、人口が伸びている、勢いのある国、まあ、フィリピンとかもそうですよね、まあ、そういったところで、老後ですね、老後というか、まあ、そのこの後の人生を、まあ、ゆっくり落ちていく日本と逆の方向にですね、向かっている国で楽しみたいという方にはこういった国かなと思いますね、まあ、インドネシアも人口の多い国ですけども、あと文化的に合うかどうかですね、まあ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、シンガポール